ハリー・ポッターシリーズ。ハリー・ポッターシリーズの登場人物一覧不死鳥の騎士団映画。ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団において、不死鳥の騎士団の本部となるブラック帝が存在するグリモールドプレイスとして撮影に使用されたロンドン・イズリントン区のクレアモントスクエア不死鳥の騎士団は、J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズ及び、 その派生作品に登場する架空の組織である。アルバス・ダンブルドアがボルデモート陣営に対抗すべく創設した組織。1981年10月にボルデモートが失踪したことで活動を休止していたが、1995年初夏にボルデモートが復活したことを受けて活動を再開する。魔法省には秘密で活動するが、 団員には闇払いをはじめ魔法省職員も少なくない。正規の団員に加え、団員の家族など協力者もいる。なお、騎士団の活動方針に賛同していても、活動の危険性ゆえ、未成年及び学生は入団できない。宿匹人との戦闘機会が多いゆえに戦死率も高いが、メンバーは、総じて優秀な魔法使いで戦闘力も高く。 死の呪文を使用できるほどの魔力を有する、敷居人とも互角に渡り合う実力を持つ。犯罪者の逮捕の権限は、魔法省にあるため、民間団体である、騎士団の第二期における主要な活動は、が主体である。これらの活動に際し、敷居人から攻撃を受けた場合、戦闘に発展する。 1997年8月、ボルデモート陣営が魔法省を陥落させてからは、レジスタンス運動を展開。1998年5月2日のホグワーツの戦いでは、騎士団員がホグワーツ防衛隊の指揮を取り、ボルデモート陣営と交戦。少なからずの戦死者を出すが、最終的にボルデモート陣営に勝利する。 ボルデモート死亡後、騎士団員のキングズリー・シャックル・ボルトが、魔法大臣に就任するが、その後の騎士団の扱いは描かれていない。本部は、第5巻、不死鳥の騎士団までは、シリウス・ブラックの自宅であるブラック邸を使用する。キングス・クロス駅から徒歩20分、ロンドン市、グリモールド・プレース12番地にある。ブラック家の邸宅であり、シリウスの母、バルブルガの死後、 10年あまり放置されていたが、第5巻で、シリウスが騎士団の本部として提供する。シリウスの父オリオンが知り得る限りの安全対策を施したため一探知などは不可能であり、加えてアルバスダンブルドアが秘密のモリトになることで、絶対の安全が保障される。第5巻終盤で、シリウスが亡くなったことを受けて、騎士団の本部は、ブラック邸から移動するが、第6巻。 謎のプリンスで邸宅の所有権を継いだハリーにより安全が確認される。1997年8月時点では騎士団はブラック邸から完全に退去しており代わりに隠れ穴が集合場所となる。団員の数は明らかになっていないがリーマス・ルーピンによれば第1期では宿匹人の20分の1程度の人数だったとされる。第2期で 士団本部に滞在するロン・ウィーズリーは約20名にあったがそれ以上いると発言する。ありがとうございます。